歌うエスカルゴは、津元大水の小説。2015年より、文芸、角川において、連載。2016年に、角川より、エスカルゴ兄弟として46版単行本、電子書籍が刊行。2017年に、歌うエスカルゴに改題また過失修正の上、春木文庫より、文庫版が刊行された。46班刊行後の2016年、続編である、 エスカルゴ兄弟表白のアドリアーナ編が東京ウォーカーにおいて開始したが全4回短期連載予定のところを2回で中断している。3人称で書かれた現代小説である。エスカルゴ料理店のメニューから登場人物の日常の食事まで様々な料理が活写される。著者の原名義の作品の中では非常に軽快でコメディ傾向の強い部類に属する。著者によると 純知らず言、キャラクター小説であるとの発言もある。かつて少女小説の執筆で身につけた技術を駆使して執筆されており、当時の名義で刊行すべきではなかったかとも発言している。文庫版後書きは少女小説時代の著作と同様に一人称を廃して記されている。エスカルゴについての記述は、三重県に実在するエスカルゴ牧場への取材に基づいている。 単行本版の想定は、坂野光一、総は、著者の弟であるイラストレーターの村井治。帯イラストは、漫画家の松内明美による。松内は、観光時に配られたフリーペーパーにもイラストを寄せている。文庫版の想定は、松木美紀、総は、中島理恵。零細出版社編集部員の柳良直人は、その料理の腕を見込んだ社長の圧旋で、 改装準備中の料理店に転職させられる。料理店の主は渦巻きに心を奪われた写真家。計画されていたのはエスカルゴ専門の普通料理店であった。タイトルがエスカルゴ兄弟から歌うエスカルゴへ変更。また、作中の店名がスパイラルからエスカルゴへ変更されている。これは門川春樹の提案による。角川の公式サーバーに特設サイトが開設され。 作品紹介、読者モニターの声、著者インタビューなどが掲載されている。また、書店でフリーペーパーが配布された。松内明美による主要登場人物4人のイメージイラスト、本編で登場するメニューのレシピなどが記載されている。本の旅人2016年8月号には、作中に登場するエスカルゴ料理を著者と書店員が実食する。 試食座談会記事が掲載された。著者ツイッターアカウント2016年6月1日投稿。2019年8月28日閲覧。著者ツイッターアカウント2016年3月12日投稿。2019年8月28日閲覧。著者ツイッターアカウント2015年9月18日投稿。2019年8月28日閲覧。 歌うエスカルゴ跡書き、ありがとうございます。